皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日の動画は激辛商品をたくさん買ってきたので、これで宅飲みしていきたいと思います。毎年楽しみにしてた激辛グルメ祭りも今年は開催するのかどうなのかちょっとわからないとこなので、一足先に一人で自宅で激辛グルメ祭りを開催したいと思います。はい、こんな感じでもういろんなお店をはしごして、コンビニとかスーパーとか片っ端からかき集めてまいりました。なるべくたくさんの商品を食べれるように、ちょっとお菓子系が多くなってますね。つまみ系が売ってるお店によって本当値段とかばらつきがあると思うので、今回は値段は紹介せず売ってたお店だけ紹介しようかなと思います。まず激辛カルパスとよっちゃんイカ大辛、イカソフトフライのホワジャオ味、これは全部ダイソーです。そしてやみつき激辛ソーセージと悪ガキの種がセブンイレブンで、隣の進撃ワンタンスープは確かだけどローソン、ファミマだったかもしれない。バカウケの激辛ペヤング焼きそば風味とジャワカレーの大人の激辛、これがイオンかな、イオン系列のお店で買ってきました。それでは激辛宅飲み始めていきたいと思います。安定のグリーンラベルで。うまそう。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。最高。まずはお菓子系から攻めていきたいと思います。バカウケの激辛ペヤング味、いただきます。美味しい辛さです。普通の激辛ペヤング自体の味をそこまではっきり覚えてないんだけど、結構やみつきになる、ちょっと酸味も効いたピリ辛味。冷たくてうまっ。よっちゃんイカに大辛があったとは。思ったより辛い。よっちゃんイカの独特の酸味の奥にちゃんと唐辛子の香りもする。宅飲みしてて最後の方にちまちま食べたくなる味だね。イカフライは激辛とは書いてなかったんだけど、ホワジャオのしびれる辛さ。ホワジャオのいい香りがします。うまっ。何が一番うまいって、ビールが一番うまい。食べる商品がたくさんあるのでどんどんいきましょう。悪ガキの種、
柿の種もさ、酔っ払ってる時に食べっとほんと止まんなくなんだよね。こういう商品は10個ぐらい連続して食べるとようやく辛さが来るんですよ。もちろん辛いのは辛いんだけど、味付けが結構旨味があって美味しい。ビールがうまい。来てる。舌にピリピリ来てます。多分これ辛味の成分割りかし強めかも。これは私の一押しです。激辛カルパス。以前はアマゾンで買ってたんだけど、まさかのダイソーで発見。結構めっちゃ辛いの。なんかほんとカルパスってさ、お酒飲んでる時にベーコンとかウインナーとか食べてるような満足感があるんだよね、この手軽さで。うまい。2本目。はい、それでは第2弾を準備してまいりました。お食事編ですね。セブンイレブンでなんとなく見つけた激辛ソーセージ、こんなのあったんだね。これをこちらに切って添えてまいりました。そしてこちらのジャワカレーの大人の激辛、これめっちゃ気になっててね、早く食べたかったの。カレーの激辛商品ってあるようでそこまでないから、箱に入れたままチンでできるからすごい簡単だった。こんなに唐辛子を取って大丈夫なんだろうかっていうぐらいですけど、ちゃんとワンタンスープも準備してきました。そしてカレーはご飯じゃなくて、なんで激辛ソーセージからいってみようかな。辛味噌風味って書いてあるんだけど、唐辛子の粒々がいっぱい入ってます。これね、多分焼いた方が美味しい。うん、じわじわちょっとずつ辛いかな。ジャワカレーってうちでそんなに食べないんだけど、結構あっさりめの味なんだね。あっさりめな分スパイスの香りがガツンとくる。辛いけどこれだったら多分リーの30倍の方が辛いと思う。カレーと何の組み合わせが、もういつぶりか分かんないぐらいに食べたけど、めっちゃうまい。ソーセージがカレーの中に落下しました。すごい魚感が強い。
スープの存在すっかり忘れてた。ワンタンめっちゃ大きい。ちょっと見せてあげたい。見て、すごい。うまそう。隣一回も行ったことないんだよな。うまい。ナンがうまい。ワンタンがツルッツルで美味しい。あー、めっちゃお腹いっぱい。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はいろんな激辛商品を集めて宅飲みしてみました。でも私はまだまだ辛さが物足りないので、近いうちストックしてあるヘッブルダックポックミョンを食べたいと思います。激辛グルメ祭りの話をしたけど、そういうグルメイベントとかお祭りとかも一刻も早く賑やかに開催される時が待ち遠しいなって思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、お芋。